今回はこちら、高層マンションなどが建っている再開発が進む大注目の苗穂エリアを街歩きしてきました。苗穂エリアで食べることが一番の幸せ、佐々木アナウンサーと福探し。日本一の職人が作る石窯チーズピザに、1000円以下で食べられる海鮮ランチやボリューム満点のスイーツも登場。これびっくりしましたよ。どんな服が見つかるかな。服散歩 I love you。あ、この辺りもなんかいいね、静かな住宅がいいね。もうこれは方向的にはアリオに行ってるか。アリオ、右手にアリオ見えます。右手か、アリオサポートね。はい、有名ですね。もう完全に住宅街だね。お店ありますか。お店とかないのかな。あ、これカフェじゃない。ワッフル&ソフトクリーム、何カフェですかこれ。モノシェイドカフェ。本当かわ。本当か。素敵ななんかログハウス系の。あ、ちょっと行ってみますか。おしゃれ。こんにちは。ちょっとなんか素敵なカフェだったんで、こうフラッと入っちゃったんですけど。ありがとうございます。ワッフルとあとソフトクリームをメインにやってまして。どっちも大好きです。ありがとうございます。ぜひ。二人のご関係は。あ、親子です。嘘、姉妹でしょ。いやいや、怒るから。こっちがちょっと私はいいんですけど。2年前にオープンしたログハウス風のおしゃれなカフェ、仲の良い親子2人で切り盛りしています。さあ、こちらの名物メニューは。はい、お待たせいたしました。わっ、よろしいですか。はい、失礼いたします。すごい。あと、トウキビのソースのソフトクリームです。あ、すごい、すごい、本当にこう、あ、もうこれ、トウキビの粒も実際あるんじゃないですか。つぶつぶトウキビソースっていう名前で。お店の名物、自家製トウキビソースを使ったソフトクリームです。トウキビを丁寧に裏ごしして手間暇かけて作っています。ソフトクリームは夏の限定メニュー。村雨さん、トウキビの粒よく見てください。いっぱい入ってますでしょ。たくさん入ってるんですね。そうなんです。珍しいですよね。本当のトウキビですか。本当だ、つぶつぶしてます。黙食だから。分かりづらいですね。黙食だからそうですね、マスクしてから喋らないといけないですからね。トウキビもう完全に知ってます。甘いトウキビで、でこれがね、ソフトクリームのこの甘さにも負けないぐらいのすごい絶妙にマッチして、この粒々も本当噛み締めて、本当にトウキビの美味しさが全面に出て。今朝作りました、福永さんのために。あらら、どうもありがとうございます。適当に言いましたね。いやいや、本当ですよ、顔浮かべながら。いやいや、これ美味しいよ。じゃあちょっとワッフルね。これ何で食べたらいいですか。一応フォークとかじゃない。まさか手づかみで。こちらの巨大なワッフル、味の決め手はたっぷりの黒ごまソースときな粉。和風なんです。和風なんです。そうなんです。さらにアイスクリームまで乗ってボリューム満点。ワッフルは注文を受けてから焼くのがこだわりだそうで。一人でこの量なんですよ。そうなの、まあ、だから二人で食べてもいいと思いますけどね。さあ、佐々木菜どう食べる。なんかこう柔らかそうなのが分かる分かる分かる。美味しそうだなこれ。ただ結構大胆で、結構男前な食べ方しましたね今ね。ワッフルがふわふわ、ホイップクリームもふわふわですし、黒ごまの香りがもう口の中にふわーって広がっていく。いやいいや、美味しそう。和風のワッフル初めて食べました。いけるもんなんですね。いや、そうですね、意外と。なんか登山してる時に思いついたらしいんですよ、メニューを。またすごいタイミングで、すごいタイミングで思いついたんですね。なんかワッフルのこと考えながら下山してて、その時にキノコいいんじゃないみたいな、か黒ごまとキノコいいんじゃないかみたいな思いついて、帰って試作していいねってなりました。ちょっとお伺いしたい点がいっぱいあるんですけど。実は娘の彩香さんは登山が趣味の山ガール。だからお店のワッフルもホイップクリームが
山ができるほど豪快なんです。さあ佐々木さん、最後まで食べられるんでしょうか。全部にペロッと食べてしまいそうですね。一口ぐらい食べさせなさいよって感じですけど、完食見事。もう 2,3 杯食べられます。すごく美味しかったです。ありがとうございます。あの、私が食べた方のね、このソフトクリーム本当に美味しかったですよ。私のことを思い浮かべて作ってました。なんかトウキビのね、ビーナスに、ね、トウキビーナス、トウキビーナス。これが言いたかったですよね。全く評価を受けました。はまらないですよ。微妙だけど、私昔からあのファンなので、もう癒されキャラというか。急になんかそんな告白を、なんかすごい素敵な人だなと思って、それで今もうメインキャスターなんですよね。だからなんかすごい。いやいや、そんな風に言ってない。いや、ありがとうございます。いや、いっぱい食べたから動かないとね、はい、こんにちは。こんにちは。お二人は今なんか散歩中？あ、今からあの札幌ビール博物館に行こうかなって。ここ北海道で旅行に来てるんで。あれこっちの札幌の方じゃないんですか？全然あの東京なんです。東京の方昨日あの青の洞窟、小樽のなんか青の洞窟のクルーズに行ってきて、すごい綺麗な青い海が撮れたので。これも多分昨日だね。あー、こういうとこだ。そう、めちゃめちゃ素敵でした、ね、最初はなんかあの卒業時のタイミング、卒業旅行のタイミングでも行こうかなと思ったんですけど、今こういうご時世になっちゃったんで、ちょっとまた日を改めてってことで今来たっていう感じですね。ようこそいらっしゃいました。嬉しいです。ウェルカムトゥー札幌。ありがとうございます。めちゃくちゃ楽しんでます。2年越しの卒業旅行、北海道をもっともっと好きになってくださいね。まあ、今日はある程度風があるからね、はい、ちょっと公園で一休みなんていうのもいいかもしれない。日陰たくさんありますね。やっぱり緑がいいよね。なんかもういい香りしますね、この新しく生まれる新生公園ですか。こんにちは、あの STB 土産公園の福永と申しますけど。こんにちは。あら、名前何でしょう。言える。ハロレイです。レイです。レイです。レイくん。あら、怒ってるね。かわいい。長くなることないよ。で、こんな知らないおじさんたちに囲まれてね。あ、かわいい。いいね。いくつ？なんちゃい？ねえ、ねえ、二歳です。二歳なの。あら、かわいいね。笑い顔がかわいいね。何でも買ってあげる。ありがとうございます。すいません、はい、いくら遊んでます。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。何やってもかわいい。何やってもかわいいわ。もういや、この辺りもアリオ周辺だからね。そうですね。まあ栄えてますね。あ、あら、このブックオフさんの隣にちょっとなんか新しくできたっぽくないですか。そういうひっそりと隠れ家的な。釜焼きって書いてます。釜焼き。ほら、絶対美味しいし。ジェラート10種類。ジェラート、あ、ジェラート食べたばっかりなんだよ。暑いですからね、今日。こんにちは。STB 土産公園の福永と申しますけれども、こんにちは。3年前にオープンしたピザとジェラートが名物のオルソ。お昼時は満席になるという人気店です。誰が一番の常連さん？私ならば300回の人。オープン当初からの常連。すごい。この店の魅力はどんなところですか？オーナーの人柄と、ピッタも美味しいですし、パスタも美味しいですし、あとお肉も美味しいですし、何でも美味しいんだ。何でも美味しい。実はお店の代表は全国各地から選ばれた100人のピザ職人が出場した大会で日本一になりました。チャンピオンですよ、チャンピオン。チャンピオンのお店。はい、その方が今行っております。どういうご関係で？あ、主人です。ご結婚なさった、はい、あ、旦那さん、はい、そうです。わ、すごい、すごい。日本一のピザ職人さんはここに。あ、そして来た、来た、シャモジみたいなやつ。ピザといえば来ました、来ましたよ。シャモジ、シャモジみたいなやつ。あれ、なんだよ、シャモジでいいんですか。パラで。パラ、パラ、覚えてなかったですよね。あ、すごい、入りました、ピザ側に。こ
ここから約1分半で焼き上がります。あ、そんな短いんですね。はい、これなんか90秒測ってる感じじゃないですもんね。もう直感なんですか。もう感覚でやっていると。うわぁ、湯気が焦げ目もついて。I love you いつも見てます。何言われるのかと思った。急にいつも見てます。いや、これイタリア語で I love you って何ですか。アモーレ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 返してください。アモーレ。アモーレ。奥様、アモーレ。アモーレ。アモーレ返して。アモーレ。なんだこの時間は。この時間は何なんだこれ。全く意味のない時間でした。そう、劇団アモーレは特にオチはないようです。すいません。一番人気のピザはこちら、5種類のチーズがたっぷり。これ美味しそうだった、ね。イタリアのアカシア蜂蜜。これ最初にかけちゃいます。すごいね。だからなんかそのおやつピザじゃなくて普通のお食事のピザなんだけど、それでもこう初め、おお、蜂蜜とろーりが。たまらんですね、この光景。かあ、これね、これキャメラさんも今ね、とろーりんちょを待ってますよ。さあ、どうでしょうか。魅惑のチーズとろりんちょタイムでございます。あー、伸びてる伸びてる。うわ、蜂蜜も、うわうわ、ちょっと下の、もう、どこだ、もう、もう、あ、すごい、蜂蜜がもう垂れてる。いいな。うわ、いい。これうまそう。口の中でチーズのいろんな味わいが一気に押し寄せてきます。なんか塩気とか、あと蜂蜜もかけてるので若干甘みもありますし、濃厚ですね。いや、美味しそう。さっきワッフル食べて今度ピザ食べてました。食べられる、これ。食べられると思います。これもうペロリですよ。一人ですか。一人です。何でもペロリやな。ピザを2人で食べると思ったら、食べるのが大好き元陸上部佐々木アナが果たして全部食べてしまうのか。フルさん、しかもまたアイス。そうです。その姿になんかパワーをもらえる、元気をもらえるような。そうですか。おじさんはどんどん食が細くなっていくからね。なんか憧れの意味も込めて、ね、全然聞いてないですよ。元気がもらえる。はぁ、完食でございます。食べるのよ、南さんは。胃袋が宇宙だね。完全にペロリといった。これ無限大です。無限大だね。今日は苗穂エリアで食べることが一番の幸せ、佐々木アナと服探し。歩くと急に暑くなってきます。暑いね、やっぱ風なくなって、うん、あとまあ今ちょうど昼になって気温上がってきたんだから。そうですね。あら、こんにちは。今どちらへ、どちらへ。今追っかけてきてみたの。今ね、はい、これからね、アリオに行こうと思って。そうですね、はい、で、出てきたら見てじゃあ今日はアリオをやめて追っかけしよう。毎日見てる。毎日 I love you 毎日見てる。あ、嬉しい。じゃあ言っちゃうかな。I love you。 幸せ。嬉しい。これやって幸せって言ってもらえるんですよ。お気をつけて。お気をつけて。ありがとうございました。ありがとうございます。これからも楽しませてください。東区レディはもういいですね。素敵ですね。私はまだ昼ご飯食べてない。アイスしか食べてない。アイスジェラートと来てます、ね、アイスジェラート。これかかってますね。厳選日本酒と産地直送海鮮。あら、重なる。すいません、失礼します。すごいですよ、また STB とサンコワイドの福永と申します。でもこのお店はできて新しいんですか。そうですね、去年の9月に。あ、できたばっかりですね。まだ1年経っていない。経ってないです。環状通り沿いにお店を構える海鮮料理のお店。漁師さんから直送されてくる鮮度抜群のネタが自慢です。一番人気は、ここは旅館かと疑ってしまうような豪華な御膳です。おお、すごい大きい器。これご飯ですよね。こちらなんですけど、あら、あれ？ご飯じゃない。
はい、お出汁です。お出汁。お出汁。サバ節と鰹節を使用したお出汁でして。みんなで出汁を見つめる時間。ちょっと無言になりますよね。なんかいないかな。なんかいないかな。見える人には見えるんだ。何かいましたか。カツオがいましたね。山口さんは結構適当ですね。そんなことないです。こだわりの出汁に自分で味噌を溶いて極上の味噌汁を作ります。味噌汁。自分でお味噌汁を作るんです。でこれ実は演出の意味合いだけでなくて、出来たては香りも強く感じられるので、あえて自分で作ってもらっているんです。これ美味しいんですね。出汁があっても効いてるから。あら、おいしい。なんか本当にやっぱりお出汁がちゃんと上品に効いてるから、本当に お味噌汁って出汁取るとおいしくなるんだよね。失礼いたします。こちら前菜の小鉢でございます。前菜と言いつつもこれもボリュームありますね。皆さんこれランチですからね。お昼に食べる順番に運ばれてくるんですか。そんなに前菜作るんですね。長芋これ何で和えてるんですか。秘密です。秘密ですか。秘密ですか。食べたらすぐ分かりました。お酒何杯もいけるんじゃないですか。食べたら分かるその秘密。分かった。正解は佐々木さんから発表でございます。正解はしそ梅干し。正解です。やった。すごい、すごい。梅の酸っぱさもあるんですけど、このしその香りっていうのもすごくて、夏にぴったりですね。これあくまでも前菜ですから、あ、なんて言ってたら。お待たせしました。こちらがメインの角煮とですね、マグロ。あらまーメインの海鮮丼は旬のネタがたっぷり、上に乗っているのは白いメレンゲで白醤油で味付けされています。まずはこの本マグロからいただきます。なんぼ食べんのよ。笑うしかないねこれ。油の乗りがすごいですね。ノリノリの油がもうご飯に絡んでっても。一方、福永さんが注文したのは写真映えすると人気の海鮮メニュー。果たしてどんな料理なんでしょうか。はい、こちらがお魚パテ。うわーすごい。いやー嬉しい。いやすごいなこれ。ちょっと眼鏡挟まないと見えない。近いものが見えないんですよ最近。酢飯にマグロ、サーモン、エビ、白身魚が乗っていますが、福永さん見えてますか。今見えてます。今距離ありますからね、はい、あんまあとちょっといいですか。あの周りのお客さんもみんなこっちを見てるんですけど、これがすごく緊張するんですから、ものすごく緊張するんですよ私今。うわー、この食べ方贅沢ですね。こういうのランチでいただけるんですか。そうですよね。竜宮城にチェックイン。あれおかしいなこれ。閉まりました。誰も反応していません。ひどくのコメントで今あんなにみんな注目したのにキョトンとして引いていきましたよこれ。赤ちゃんはキョトンとして。すごいこのエビのこのなんかねっとりとしたこの甘みとね、でもちゃんとプリプリ感もあって、いや美味しい。これはもう言うまでもないでしょこれ。あれが聞きたかったんですよ僕は。あれが聞きたかった。福永さん、I love you。 すごいですね。本日2回目の今日すごいですね。男性からの I love you。 分かりますね、愛してるって私に言ったんですけど。いやいや、まあ、そうしたらもう私の子も山口さん I love you。 苦笑いじゃない。いざ言ったらそんなに盛り上がらない。暑い日も続いています。福永さんは人間エアコンとして随分とお店の温度を下げていました。役立ってる。内房エリアで出会った皆さん、ご協力本当にありがとうございました。ありがとうございました。結局なんか私がダメ出しされて終わってるじゃないですかこれ。でも美味しいもの多いエリアなんですね。そうなんですよ。おしゃれなお店からね、びっくりするようなメニューまであったりしましたね。歩いたからこそより美味しく感じそうですね。車だとねすぐパッと通り過ぎちゃうんでね、歩いてみてのお楽しみっていうのがあるもんですよね。ご協力皆さんありがとうございました。